クリーンユキフでは、タデカイ武器トラノー族の多年草。根茎は飛行し、短く、地中を浅く、横に這う。茎は、細長い円柱型で直立し、緑色、開花初期は高さ5から10センチメートルと短いが、同時に展開する、根室用よりは高く、後に高さ20から50センチメートルに伸びる。根室用は、長い傭兵を持ち、柄に翼はない。 洋芯は、卵上芯型で、長さ5から14センチメートル、幅3から9センチメートル、先端は、永得形、円は、前円、基部は心形、表面は、無毛、裏面は白身帯無毛、または有毛。茎につく葉は五星し下部につく葉は卵型で、基部は心形で、短い洋平があるが、上部のものは、卵上芯型で、 傭兵はなく、寄部は心形で茎を抱く。開花初期は、寄部は裏側に巻き込んで細長く茎を抱き、火事には展開して抱く。拓洋賞は、褐色、膜質無毛で二列する。火器は4月末マイナス6月。茎先につく果序は、長さ1から3センチメートル、計7から10ミリメートルになり、花柄は、ストと同じ長さ。果女は、上部の溶液にも生じ。 花柄はなく短い。果敢列片に見えるのは、学列片で、学は白色でご侵列し、列片は長さ2.5から3.3ミリメートルになる。湯水は8個あり、学片とほぼ同じ長さ、約は淡辺に紫色で学片をやや突き出る。家中は3個ある。果実は産業がある卵型の痩せかで、褐色で光沢があり、宿損する学片に包まれ。 長さ2.5から3.2ミ、mm、リメートルになる。染色体数は 2N イコール24。日本では本州の岩手県以南の主に太平洋側、四国、九州に分布し、冷温帯の産地の木陰、林内に生育する。世界では、チェジュ島、中国大陸、東ヒマラヤに分布する。和名、クリン雪筆はクリン雪質の位。 米倉康二は、雪のように白い筆状の方を数層につけるので、クリン雪筆の和名がつけられたとしている。一方、牧野富太郎は、和を葉壊しクリン雪筆のいならん、地その葉の計二層を、静止て生ずるを9輪と雲飛ひしら花を描く下水を、雪筆と雲飛ひしなるべしと、若干ニュアンスが異なり、葉が茎二層をなして生える様子を、クリンといい、白く開く花水を、 雪筆というのであろう、と説明している。また、1856年から1862年にかけて出版された、飯沼翼祭の草木図説前編20巻中、第7巻、クリン雪筆には、クリン雪筆の名義何人、段崎の春虎の音、称すべきかとある。種商名サフールタは、指示した、助けるの意味。 日本に産するイブキトラノウ族に属する者の,のうち、小型で、低地から産地に生育する者は、本種のほか、アブクマトラノウ、ワイストロタビューカメンシスとハルトラノウ、ビーテニッコーリスがある。アブクマトラノウは、他の2種と比べ、花柄が長く隠れっぺんが星型に著しく、開け出する点で異なる。宮城県南部から、福島県東南部までのアブクマ産地の、 太平洋側にのみ散する。ハルトラノーは、家系は、葉より低いか同じ高さになり、根室用の傭兵に、翼がある。他の2種の葉の基部は心形になるのに対し、ハルトラノーの葉の基部は、節型か、くさび型になる。ありがとうございます。